こんにちは。みんな、こんにちは。お星様たくさんありがとうございます。皆様ぜひのびにお星様のお恵みを。そしてご10カウントもよろしくお願いいたします。今日のファーストコメントさんといいコメさんを発表しますね。6月の今日は21日、はい、明日で、私が今参加中の神戸クロ、神戸コレクション新コレのイベントが終了してしまいますので、皆さんぜひ最後まで応援よろしくお願いいたします。火曜日、早いですね、オーディション終わっちゃうの。はい、デリーン。ファーストコメント、ビッグウェブさん、いいコメさん、カズさん、Thank you very much! ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you! ありがとう。おはよう。ヌヌスクサンタくんさん、お恵みをよろしくね。おはよう。おめぐみをマーピンおいさま50カウントギフトなのおめぐみをよろしくお願いいたします。現実的に3位は難しいということに気がつきました。3位を目指していたのですが、現実的に難しいと思ったので、最下位にならないように頑張りたいと思います。世界にはならないように頑張りたいと思います。皆さんぜひよろしくお願いいたします。いや、皆さんがアピのスタイルの良さに気がついたら、きっと3位になれるだろうと思っていたのですが、なかなかなれませんでした。残念。まあ、アピの舞台を見に来て、ああ、この子3位にすればよかったなって後悔させるように頑張りたいと思います。こんにちは。ただいまピーン。しばいさん、しずく、紫のしずく、ありがとうございます。これすごい綺麗よね、このしずく。アピ好き。好きになっちゃった。ただいま。明日までのイベント頑張りたいと思います。ヤッホー、あ、ガチャガチャ。誰だろうね。誰だろうね。のアピ当たるといいね。皆さんもぜひのアピが当たったらイエーイって報告してください。あ、あたりさんたくさん、水色のハートたくさんありがとうございます。ありがとう。Thank you。 あ、今日のテスト、なんとちょっとね、文章問題が出てしまいましてですね、私とても文章問題が苦手な方なんですよ。 なのでですね、4問ぐらいあって、その4問中、1問解けたかなぐらいです。で、あとは一応計算の部分はちゃんとしっかりやって解きました。で、他にも一応ちゃんとできたものはできました。あ、そう、読解力にもちょっと問題がありましてですね、はい、
漢字と読解力はとても苦手でございます。はい、本当に文章問題が。まあでもことわざは大丈夫なので、読解力最近ついてきました。皆さんのおかげで、皆さんがコメントで漢字、難しい漢字とかで勉強できたりとか、あ、こういうことなんだなーっていうのが分かってきたのではい、めちゃめちゃいい勉強になっております今。ガーンそうなんですよ、苦手な方なんですよね。そしてですね、理科は算数、数学よりも結構解けました。理科のカエル、今日の朝やったイモリとヤモリとカエルみたいなやったじゃないですか、両生類と獣類、あれ出なかったんですよ問題に、残念ながら。出ると思って多分お母さんがね準備してくれたんだろうけど、出なかったんですよって。でお母さんに報告したら、って言ってました。え、なんでしょうねのーじゃねーって。はい、これで多分ノアピ見れるようになった。あー、ほら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 、ただいまー、ありゃりゃー。あー、それが必要になったよなかなか安定しないので気が普通にしてみました。どうでしょうか。すごいね、来た来た。お、ただいまただいま。おお、いい感じになってきた。あー、そう、今ちょっともじゃもじゃしてる、もじゃもじゃしているので、あ、今美しい顔がよく見えないかもしれませんが、お星様とお時間とよろしくお願いいたします。そうだね、25分またはスリップです。で、テストのお話の続き、テストのお話ね、肉食動物と草食動物ギターで出たんですよ。で、肉食動物は犬歯とか、あとは牙が多いっていうのでちょっと覚えてたんですけど、なかなか紛らわしい問題になっておりまして、草食動物は分かったんですよ。4つのうちから1つが肉食動物なんですよ。でもこの一つの2番は完全に草食動物だということが分かったのですが、この 3人が一瞬ね肉食動物じゃなかったの、分かんなかった。前歯が草食動物がって感じ。合ってる。うーちゃんさん、こんにちは。あ、待って、うーたんさんこんにちは。やっぱりのところにコメント来ない。うん、かな。じゃあもうみんなお星様とお時間とよろしくお願いいたします。キスティングナンバーのお見よろしくね。うーたんにシャイシャイシャイナー
で、まあ、脳は一番ございました。一番肉食動物っぽかったので。歯がね。訪問の方、2度目の訪問の方、ありがとうございます。ぜひ皆さん、こちらのフォローボタン、よろしくお願いいたします。あと、150人ほどで、ゾロ目3333に近づいてきました。ありがとうございます。皆さんもぜひ、フォローボタンよろしくお願いいたします。お星様とご実感ともよろしくお願いします。すごい嬉しい。クリス銀行さん、一条の人からもありがとうございます。さきちゃん、こんにちは、ナオピです。よろしくお願いします。コメントした方は強制的にこちらのフォローボタンお差し込みになっております。よろしくお願いします。つぶつぶゴリラさん、赤点回避ありがとう。ナオピテストは赤点回避、頑張ろう。メガネさん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。こちらアーピー少し食べたいと思います。うん、兄貴みたいな感じで言わないと何？どうしたの？吉田さん。どうしますか？そうなの、なんか。セーラー服のコスプレをしていたの。かわいいね。かわいいだろうな。レッスンラーピーを食べます。これ、東京に時の差し入れでいただいたお菓子でございます。皆さん美味しそうに食べるので、皆さんもぜひ美味しそうに今持っているお菓子を食べてくださいね。いただきます。これはね、ニューヨーク、チーズっていうチーズの、こういうチーズにクリーム。そうですね、かなり時間が。あいこちゃん、あいこちゃん、やっほー、こんにちは。初見さんで来てくださったら嬉しい、ありがとう。
ってことはコメントをしたので、直接的にフォローよろしくお願いします。放射の後50分ともよろしくね。よろしくね。あいけさん、こんにちは、やっほー。みんなもいる？あ、タコ祭り。そこ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 。そうだそうだ。マイケルさんでしょ？マイケルさん、マイケルさん。ちょっと先ほどを。いただきます。てれん、バラタワー画質が悪い。バラタワー、マイケルさん、ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとう。ありがとうございます。で、もう一つバラタワー。Thank you for a lot of flowers. Thank you. ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。Thank you. そして、ゴーゴーさん。ゴーゴーさん。ありがとうございます。アジサイタワー、アジサイタワー、ゴーゴーさん、アジサイタワー、ありがとうございます。元気ぶります。綺麗なアジサイをありがとう。こんな感じで書きました。ありがとうございます。Thank you。よし。ありがとうございます。おー、結構やばいね。よし、じゃあちょっとリフトのお礼をさせていただきます。メラミさん。ハート、水色のハート、ありがとうございます。ありがとう。ゴーゴーさん、タコさんのタワー、水島、クマ、タコさんのタワー、ありがとうございます。ルーマンさん、バラ、ありがとうございます。ありがとう。 Thank you。 食べます。ありがとうございます。いただきます。お、皆さんご出荷をとお